世界一に目指したい。強い選手。法政ジュニアバドミントンクラブ、幼稚園児から中学生までメンバーは54人、相模原市や大和市などで練習を行っています。メンバーの中には県を代表する選手や入賞する選手も多く、実力のあるチームです。とにかくバドミントンを好きになってもらう、楽しんでもらうっていうのが一番で、好きになって楽しめばバドミントンもっと上手くなりたいと思うんで、その気持ちを一番大切にしてますね。ステップ踏んで、ステップ踏んで、ジャイナステップ。指導するマス監督の練習は、子どもたちが飽きないよう毎回メニューを変えながら行っています。レベルに合わせた指導も徹底。選手自らどの部分を強くしたいのか考えながらコートに入ります。こちらは県の代表選手にも選ばれた熊上選手と大久保選手。コートの隅の3点からネット前に返すオールショートを行っています。2分間に一度しかシャトルを落としませんでした。もう本当に全然ミスしなかったので、ミスしないようにどういうこと気をつけてるんですか？しっかり同じ体勢で入って、絶対に入る打点で打つこと。あの時は練習してきたことを全部出そうっていう気持ちでやってます。それぞれが意識を高く持って練習に取り組む姿が印象的でした。やりたいというプレーができるような練習になっているのか、もしくはちょっと難しかったり、もしくは簡単だったり、なかなかイメージつかなかったりとか、いろんな課題が出てくるので、それをまあ聞きながら、じゃあどう変えたらいいっていう、そのやり取りを一番大事にしているので、バドミントンが強いとか弱いとかじゃなくて、自分がまずバドミントンが好きで、で自分が楽しむため、みんなが楽しむためにどういうふうにできればいいかっていうのを考える子たちが増えてほしいなと思うので。